皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日はこちらヤマハの大人気ミキサー AG03 を皆様にご紹介させていただこうと思います。バン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 っていう動画なんですけど、紹介動画っていうよりも解説動画みたいなのを作りたいなと思って、ちょっとこれを買ってきたわけなんですが、まあ、このヤマハの AG03 皆様ご存知だと思うんですけれども、 iPhone、iPad からすっげー簡単に生放送することができるんですよ。で、やっぱもちろんね、パソコン使って生放送することもできるし、普通に DAW ソフトとかね、 iPad のガレージバンドとか使って、そのレコーディングをすることも全然できるんですよ。で、ちっちゃくて操作もシンプルだし、なおかつやっぱ安いっていうことでめちゃくちゃ人気なんですよ。最近もね、ほんとずーっとこうね、在庫切れ続いてて、ちょっとこれ僕の地元のそのアリオ橋本っていうところで買ってきたんですけど、そこの島村楽器のね、店員さん知り合いなんですけども、その知り合いの方に AG03 売れてるって聞いたら、めちゃめちゃ売れてますよ、ほんともう全然最近もね、もう在庫がなくてもずっと品切れ状態続いててみたいなことを言ってたぐらいにもめちゃくちゃ人気なんですわ。けれどもやっぱりこうね、ミキサーとかマイクとかエフェクターとかってこうちょっとね、専門知識あるじゃないですか。例えばその皆様がそのね、ファンタム電源とかさ、ゲインとかさ、なんかこのイコライザーとかさ、バランスアウトとか言われてもね、えって感じになりません？そんな感じでこうね、やっぱりこう、ちょっとね、基礎知識みたいなのがないとね、やっぱね、ちょっと敷居が高い感じはあるんですよね。で、僕の周りでもこの AG03 実際に使ってる人すごいたくさんいるんだけども、まあ、なんとなく使えてるけども、あんまりわかりきれてない。もうちょっとなんかいろいろできる気がするみたいな感じで、もやもやしてる人がですね、結構いるっぽいんですよ。だからこの動画もきっとね、そういう方々がね、すごいこう、いらっしゃって、なんかそこの方々に届くと思って、実際に16,500円で買ってきましたということでございます。 AG03 使ってるけどもいまいち分かってないんだよなっていう方、あなたのために、買ってきましたので、ぜひとも最後までご覧いただけたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。ちょっくら動画が長くなると思うので、少し腰を据えて見てほしいっていうのが一つと、あとやっぱり専門用語とかね、そういったことがすごく多いので、まあ、ペンとメモを用意してね、ちょっとこうババッとなんかメモ取りながら見ていただけたらすごく嬉しいなと思います。僕の個人的なそのスタンスとして、そのもう人生のスパンじゃないけど、ね、ほんと勉強のスタンスとして、その仕組みを理解したいっていうのがちょっとあるんですよ。なんかそれぞれの名称とか役割とかを丸覚えでもいいんだけども、なんでそういう名前なのか、なんでそういうエフェクトが必要なのか、なんでこういうつまみがあるのか、なんでこういうスイッチがあるのか、そういったものを一つ一つ理解していくと、そっか、そういう風な仕組みになってるのかって理解することで、より一層このミキサーを思い通りに使えるようになるんですよ。それプラス、仕組みを理解してしまうと忘れないんですよね。忘れない。例えばだけど、そのギターとかよく使われる、このね、シールドってあるじゃないですか。これまあ、そのシールドって言われたりとかするんですけども、TS ケーブルとも言われるんですよ。TS ケーブル。で、もちろんね、その、あ、このケーブルは TS ケーブルかと思って、丸覚えしてもいいんだけども、TS の TS っていうのは、そのスリーブチップってことなんですよね。スリーブチップ。で、そのスリーブチップってことを覚えておけば、そのね、応用の TRS ケーブルとかね、TRRS とかあるんだけども、そういったものもですね、その同時に覚えることができるんですよ。なので、ちょっとね、喋ることも多くなると思いますし、皆様メモ取ることもすごく多くなるとは思うんだけれども、この動画を最初から最後までね、こうバーッと見ていただければ、この今回のヤマハの AG03、ああ、買ってよかったわ、そういうことか、この動画見てよかったわ、と思っていただけるように頑張っていこうと思いますので、ぜひとも最後までお付き合いいただけたら幸いでございます。そんな感じでとりあえず箱をバベッと開けて見ていこうかなと思うんですけれども、なんかね、さっきちょっと見たんだけどね、これなんですかね、これね、ちょっと僕はさっき箱をペッと開けてえってちょっと思ったんだけど、これは Make sure to download and install the companion software、 これは何なんでしょうね、これはちょっとわかんないんですけど、まあなんかいる説明書とかある感じでございますね。で、まあ、実際、やっぱりちっちゃいっすよね。本当に。もうすごいよね。実際すんごいちっちゃいっすよね。こんなんすもんね。いやー、ヤマハはいい製品作るわって感じでございますわ。まあ、僕もね、お店で、オペレートというか、そのライブとかするときに、ヤマハの MG シリーズを使ったりとかするんですけどね。もうそれに近い、もうすごいいい製品でございますよ。実際にまだ全然音出しないけども、もういい製品の匂いがプンプン仕上がるぜという感じでございます。それではちょっと画面を切り替えて、それぞれの機能を見ていってみましょう。Let's study about AG3. やあ！すげえな。
それではヤマハの AG-03、 実際にこのセッティングをしながら解説をさせていただこうと思います。今回はこの AG-03 を使ってパソコンからピアノの弾き語りを配信するという体でセッティングをしていこうと思います。 AG-03 でパソコンからピアノの弾き語りを配信するという感じです。でそれぞれケーブルとか接続をしながらね、そのパラメーターとかその名称とかどういう仕組みかとか、そういう話をしながらやっていこうと思うんですけれども、まあ専門用語はもうとんでもなくめちゃめちゃ飛び出すと思うんで、ちょっと大変だと思いますけど、ね、メモとか取りながらね、頑張って食らいついていただけますと幸いでございます。よろしくお願いします。ではまずパソコンを USB ケーブル接続して、このもう片方ですね、この背面のこの USB ポートにサクッと接続をしてください。この AG-03 は USB バスパワー駆動ってものに対応しているので、このケーブル1本挿すだけでデータ転送と電源供給、これ両方ともやってくれるんですよね。本当はこの USB ケーブルってデータ転送だけだからさ、なんかコンセントもう1個用意して、このアダプター接続してケーブル引っ張ってきて、もう一個ねプッと刺さなきゃいけないみたいな感じで、その手間があるんだけども、ケーブル一本でね、もう電源供給もしてくれるからね、もうこれだけでセッティング完了なんですよ。あんまりこういうインターフェースとかね、ミキサーとか使ったことない方は分かんないかもしれないけどね、結構画期的よこれはね結構画期的よ。すごいお手軽でね、あそうなんだ、ありがたく使わせてもらおうってヤマハに思った方がいいですよ、ほんまにそんな感じです。でこれでもう電源をねプッと入れればもうセッティング OK って感じなんだけども、まあ、電源を入れる前にそれぞれ、接続をしていきましょう。まずはヘッドホン、イヤホンを接続します。まあ専門用語というか、それっぽく言うとモニタリングでございますね。モニタリングをするために、モニタリング用のイヤホン、ヘッドホンを一つ用意して接続していきます。ペペンと。でここでモニタリングってイヤホンがいいんですか、ヘッドホンがいいんですか、なんていう質問が飛び出しそうですけども、どっちでもいいです、やりやすい方でいきましょう。僕は結構ヘッドホンの方がやりやすいかなと思うんだけども、まあ、この間の YouTube で大石正義さんの配信とか見てたら、大石さんは全然イヤモニでやってましたね、イヤモニターでやってましたね、まあ、両方試していただいて、しっくりくる方、やりやすい方で全然 OK です。どっちも OK、そんな感じです。でこれでヘッドホン OK で、その次順番に次はマイクですね。このマイクのケーブルをサクッと挿して、もう片方を、あれ刺さらないぞ、こっちのミキサーの方にサクッと挿していきましょう。まあ皆様お手持ちのマイクがね、そのコンデンサマイクなのかダイナミックマイクなのかどっちか分かんないよっていう方はさすがにないと思うので、ちょっとその辺の説明を省かせていただきますけども、まあ平たく言うと、簡単に言うと、これがそのダイナミックマイクです。まあよくそのカラオケとかでもあるような、ライブとかでも見るようなマイクでございまして、まあコンデンサマイクというのはね、こういうちょっとこうでっぷりしたものが多いタイプのマイクでございます。で接続をして、その次は鍵盤ですね。ピアノの方、ピアノの方は背面の方にアウトプットっていうジャック、その接続をする場所があって、そこからですねこの引っ張ってきてこっちに持ってきてるんですよ。こういう TS ケーブルっていうものを2本用意していただいて、アウトプットの方にブスブスと挿して、アウトプットの方に L と R っていうね2つの端子があると思います。それぞれ L がレフトで、 R が、右ライトでございます。ブスブスと挿して、でこっちの AG-03 の方にもこの LR を間違えずに接続をしていきましょう。この TS ケーブルに関しては、ステレオのものを買うと白と赤で、目印をつけてくれているものもあります。基本的にこういうケーブルというのは白が L で赤が R ライトです。っていうふうにもこれは相場が決まってるんで、これもぜひ覚えておいてください。そうするとね、こういう時にはね、接続、こっちどっちだっけみたいな感じで確認しなくて済むので、サクサクといけるかと思います。で、TS ケーブル。これもね、せっかくだから覚えておきましょう。ぜひメモっといてくださいませ。TS っていうのは、T がチップ。で、S が、これがシールドじゃなくて、シールドじゃなくて、いつもそのシールドって言っちゃうんだよな。シールドじゃなくて、スリーブです。スリーブ。いつも忘れちゃう。スリーブ。チップスリーブという、仕組みになっているってケーブルでございます。この先端の形状を見ればね、いろいろと分かるんですよ。他にもその、ちょっと僕持ってないな。あ、これとか。これ分かります?よーく見るとこうね、スリーブとそのチップの間にこうね、しましまがたくさんあるんですよ。これそのね、R でリングって言ったりするんですけども、これね、TRRS っていうケーブルなんです。他にもね、その TRS ケーブルとかあるんだけども、この先端の、この黒い個数ですね、この黒の帯の個数を見ることで、TS ケーブルか、それとも TRS か、TRRS か、見分けることができるね。ちょっと、そんなこの細かい小ネタも覚えていただけたら嬉しいです。まあ、それはさておき、接続をしていきましょう。ベベットネーン。こんな感じです。
で、これでまあ大体 OK かなと思うんですけども、まあ一つ気をつけたいのはこちらですね。この 2PC っていうこのスイッチがあって、これね、上と真ん中と下があるんだけど、ちょっとごめんなさい。これはあの細かいことすっ飛ばさせてくださいませ。あの真ん中にしてください。真ん中で。後で余裕があったら説明させていただきます。真ん中です。で、ここの辺にもいろいろこうね、接続をする端子があるけど、これ何に使うのって思うと思うんですが、基本的に使わないと割り切ってもいいんじゃないかなって思います。もしそのスピーカーとかね、何かしらこうでっかいなんかこうキャビネットとかにつなぐんだったならば、このね、端子のところにその TS ケーブルですね、それをこう接続していただいて、まあモニターの方にこうベッド接続をすれば OK でございます。であんまりないとは思うんだけども、まあこういうケーブルを使ってスピーカーとかにつなぐ場合は、接続をしてください。ちなみにこれもぜひ覚えておいてくださいませ。パソコンではあんま使わないんだけど、スーパーファミコンとか PC エンジンとかでよく使ってたこういう丸っこいケーブルあるじゃないですか。これね、あの RCA って言います。 RCA ケーブル、あんまり使わないと思うんですけどね、ぜひこれも名前覚えててくださいませ。正直これ何に使うのかって感じがするんですけども、何に使うんですかねこれね。まあそんな感じでございます。僕多分この辺使わないと思います。でもう一個で、これもね、あのぜひ覚えておいてほしいのがフットスイッチの場所、これです。 AG03 持ってますけれども、フットスイッチ持ってません、でも配信はしますという方結構いらっしゃると思うんですけども、ぜひね、そんなに高いものでもないんで、このフットスイッチ一つ、おすすめします。買ってみてもいいと思います。まあ、平たく言うと、このスイッチを踏むたびにリバーブのオンオフができるんだけども、結構便利なんですよ。なんで、AG03 使っている方いらっしゃったら、ぜひ、これも検討してみてくださいませ。でフットスイッチ買ったら、このフットスイッチのところですね、フット SW はスイッチってことです。フット接続をして、これで OK です。で、これで、それぞれ OK でございます。もし、そのね、MP3 プレイヤーとか、そのね、iPad の方から、なんかこう、音源流したい、なんかこう、トラックとか OK を流して、なんかこう、ね、一緒に歌ったりとかしたい場合はですね、こういうケーブルを用意していただいて、このオグジュアリ、AUX はオグジュアリと呼びます。オグジュアリのところに接続をすれば OK です。ちなみに、このケーブルは TRS ケーブルです。これ TRS。わかるかな？これ、TRRS、TRS ケーブル、これはすごいよく使う。でこの TRS ケーブルを用意して、オグジュアリにつなぐと、そんなことができるんだけども、まあ必要な方はそのところも、用意してみてください。で電源を入れていきましょう。これで接続 OK でございます。ワクワク配信しちゃうぜ、ピアノ弾き語りしちゃうぜ、うおー頑張るぜ、うわーうりゃーの前に超大事なこと覚えておいてくださいませ。電源のオンオフをするときは必ずつまみフェーダーをゼロの状態にしてください。いろいろこうね、上げた状態で突然電源ボーンってオンにすると、ね、このスピーカーとかイヤホンとかでボーンって急に大きな音がしたりとかね、マイクにこう突然電流が流れること、その電気が流れることによってスピーカー、イヤホン、マイクとかを痛めてしまう可能性があるんですよ。でこれは下げなくても大丈夫っていうつまみは正直あるんですけれども、慣れないうちは特に電源オンオフをする際は全てのつまみフェーダーをゼロにしておくという癖をつけておくと、トラブルが未然に防げるかなと思います。詳しくなってからでいいので、とりあえず最初はよくわかんないうちはね、それを守っておいてくださいませ。そうした方がね、絶対無難だから、それ癖つけておいてください。それぞれつまみフェーダーをゼロにして、では実際に電源オンにしていきましょう。ドキドキワクワク、うーんせいイエーイ、電源オンになりました、大成功、わー、ありがとうございました、解説終わりです、ありがとうございましたとか言って嘘です。とっても嘘です。まあもちろんこれだけで音が出ないので、ここからその、ね、フェーダーとかつまみとかを、ね、いじって適正な設定をしていくわけでございます。まずはこのマイクの設定をしていきましょう。マイクの設定、マイクの設定は、このファンタムっていうボタンを押したりとかうんたらかんたらやって、このゲインのつまみで音量を調整して、このフェーダーというつまみで音量を調整します。ぶっちゃけ初心者の方にとって、まずここがハードル高い、マジでここがハードル高い。まずこの原因は音量を調節するんですよ。でもこのフェーダーも音量を調節するんですよ。なんで2つあるのって話じゃないですか。まずここがえってなるところだと思うんですよ。これね、こう考えてください。基本的に最終的なボリュームはこのフェーダーで調整をしますけれども、このフェーダーに入る前のプリゲインとかって言い方するんだけども、入り口の前提のボリューム、入り口の前提のボリュームをまずこのゲインのつまみでざっくり決めるんですよ。これなんでこんな必要があるかっていうと、いろんな楽器を入力することができるんだけれども、楽器によってその入力される信号の強さっていうのが違うんです。
例えばこういうマイクは信号が結構弱いんですよ。なので弱いんで、もしこのゲインの強みがなかったら結構このフェーダーをガーッと上げていかなきゃいけないんです。もしかしたらこのフェーダーをガーッと上げてはまだ音量足んないかもしれない、そういうことが発生してしまうんです。で逆にギターとかの場合って信号はすごい強いんですよ。なのでもうマイクと同じ音量したらね、とんでもない爆音がバーンって流れちゃうし、本当もちっちゃい方ちっちゃい方で下手したら信号が強すぎてこのプリゲインがなければこういうところでこう微妙なライン、あ、でかいちっちゃいな、でかいみたいな感じの調整が必要だったりするんです。これマジで。でこういうことが起こらないためにまずざっくり全体的なボリュームをこれで決めちゃおうっていうのがその原因なわけでございます。これ超大事なんだ。で、あのね、このヤマハの AG03 はすごい優秀だから、そういうマイクみたいな信号がちっちゃいものでも、ギターみたいな出力がでかいものでも、両方ともね、この一色単位ガーッと扱うことができるんです。ただし、こういう原因に関しては自分で設定してね、この自分で設定してくれれば、ちゃんと使えるよ、そういう、ミキサーでございます。すごい安いミキサーはこのね、こういうプリゲインのつまみがないからね、このフェーダーだけで設定しなきゃいけなかったりとかして大変だったりするんだけどもね、そういうのもあるんですよ実際。でもその点は本当ね AG03 優秀なんです。ぜひその辺をですね覚えててくださいませ。 AG03 優秀だからこういうゲインのつまみがついてきてくれてるという感じです。では実際に、ご宅はまあこの辺にして、ありがたく調整をさせていきましょう。 AG03 さんお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。まずコンデンサマイクの場合はこのファンタム電源、このプラス 48V っていうところをポチッとオンにしましょう。このファンタム電源とかね言いたりとかするんですけども、これを入れないとまずコンデンサマイクは音が出ません。まずオンにしましょう。でこの状態でフェーダーの前にまずゲインの設定をします。ゲインの設定、これをガーッと上げていきます。で基本的にね音量ってね大きい方がいいんですよ。大きい方がなんか聞いててこの迫力がある感じがするし、例えば皆様さスマートフォンとかでこう動画とかいろいろ見たりとかすると思うんだけども、音がちっちゃい動画がたまにあったりとかするとさ、ちょっとぶっちゃけ少しイラッとしません？なんかちっちゃいなみたいな感じでさ、音量上げるのってさちょっとイラッとしません？でめっちゃ音量上げてもさ聞こえねえよみたいな感じでさ、なんか音ちっちゃいんですけどみたいな感じでコメント書いたりとかしてさ、なんかそういう経験ありませんか？そうなんですよ、音がちっちゃいのはね視聴者の方にとってねフラストレーションになってしまうんです。なんでできる限り音量は稼がなきゃいけないの。けど音量上げすぎると今度はね割れちゃうんだ。で上手な配信者さんとかそういうテレビとかそういうメディアとかはね、その絶対にその、ね、割れないの、絶対に割らないようにしてるの。けれども僕らはこう、ね、あの気をつけないと、ね、レベルがガーッと上がってしまうと、僕もたまに配信やってしまうんだけども、ガーンと上げると簡単に音はバリバリバリって割れます。で聞いてる方に、ね、耳にバリバリいってたたたたみたいな感じになってしまうので、もうねクリップって言い方するんだけども、クリップは絶対ダメ、クリップは絶対ダメ。けれどもできる限り音量は稼ぎたい、このせめぎ合いです。これを、このゲインのつまみでやっていきます。どういう風に設定していくかっていうと、まずこのねピークっていうこのランプ、これ今ついてるじゃないですか。このランプがついている時がクリップしている瞬間です。音量がでかすぎるという瞬間です。なのでこのクリップのピークっていうこのランプですね、これが出ないところまでこれを上げていきます。これもちろんでかすぎ、もうクリップ出っ放しなんて、これで配信したらもう音バリバリですよ。もうねディストーションですよ、オーバードライブですよ、ハードロックですよ、メタルですよ、あーとか言ってる分にはいいかもしれないんだけども、まあちょっと良くないということなんで、これをどんどん下げていくわけでございます。で目安としてちょっとこのね、あの別にバカにしてるわけではなくて、本当もうね本当こういうテストなんです。実際に弾き語りをする中でサビとかさ、めちゃめちゃこの感情が入るところですっごいこう、ね、音量がでかくなるところってあるじゃないですか、声がでかくなるところ、そこの音量で調整をしていきます。 A メロのちっちゃいところでこう調整しちゃうと、 A メロのちっちゃいところはピークが出ないけども、声が張った瞬間にめっちゃピークが出てみたいな感じになってしまうから、でっかいところでもうでっかいところわっしょい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 っていうところで調整をしていきます。こんな感じですね。でこれでピークの、ランプがつかないぐらいになってきたので、これでゲインの設定 OK でございます。でここからこのフェーダーを上げて調整をしていきます。でこのフェーダーの調整の仕方、今度はこっちのランプを見ていきます。この緑と赤のランプですね、これです、これです、これをちょっと見てくださいませ。フェーダーを上げていくと、このシグナルというランプがつきます。シグナルのランプがつきました。あ、もうちょっと上げよう。シグナルのランプがつきました。これです、これです、これです。
これが適切に信号は来てますよっていう、ランプです。もしこのランプがついてなかったら音がちっちゃすぎるんで、ちょっと原因を上げていきましょう。もしくはこのフェーダーを上げましょう。フェーダーをガーッと上げてもこのランプがつかなかったらちょっと原因が低すぎますので、原因をできる限り上げるっていう、そういう動作が必要になってきます。でシグナルがついてるのは OK ですけども、大きすぎると今度はこのピークが出てきてしまう時もある。これはでかい、これは歪んでいる、これは歪んでいる、これは良くないっていう感じで、ここのピークも出ないぐらいのこのフェーダーを設定していきます。これでマイクの設定が OK でございます。あとはこのイヤホンの方に音を流していきましょう。今このマイクの音が適切にミキサーに行って、ミキサーの方でねうまい具合に音量が持ち上がっているので、このモニターのこれですね、これを上げていくと、音が聞こえてくると思います。これはもうね自分の聞きやすい範囲なんで、どこでもいいです。とりあえずまあ1回12時ぐらい時計を見立てて、真上ですね、真上が12時って言い方をするんだけども、12時で行きましょう。これで聞いてみて、ちょっと実際にこう鳴らしたりとかしてみて、あーもうちょっと大きい方がいいかなと思ったら上げれば OK です。でまあね、ちっちゃいなと思ったら上げるし、うるせえなと思ったら下げる。本当もそんな感じです。自分の心地の良いところを、鳴らしていきましょう。こんな感じです。でこれでマイクの入力 OK です。その次はこの鍵盤の設定をしていきましょう。鍵盤に関して、ちなみにギターの場合はこのギターの端子に接続をすれば OK でございます。ギターに接続をするときはここにこの絵が書いてあるんだけども、このスイッチが奥に入っているときはこのギターの端子が有効やってます。このスイッチが出っ張っているときはこっちの鍵盤の方の2本の TS ケーブルが有効やってます。ちょっとこのね音が出ないときはここら辺をチェックしてみてください。で接続をしたならば、その次このゲインっていうボタンがあるじゃないですか。このボタンでまずゲインの設定をしておきます。さっきこのねマイクのインプット1に関してはこのゲインのつまみがあるからすっごい細かく設定できたんだけども、この AG03 はまあ小スペース、まあスペース上の都合というか、まあ機能上しょうがないんでしょうね。細かいゲイン設定をこの鍵盤はすることができません。ざっくりハイゲイン、ローゲインとしか設定ができません。もしこの入力がちっちゃかったならば、その出っ張った状態でハイゲインにしてあげましょう。この入力がでかすぎてこの調整が難しいとったらローゲインにして、ゲインを下げて音量を小さくしてあげましょう。そんな感じです。でとりあえず一旦鍵盤をガーッと弾きながら、ちょっと今僕の耳に鍵盤の音が流れてるんですけども、鍵盤の音を調整していきます。でさっきのこのね、フェーダーと一緒で、できる限りその音を上げたいんです。でもでかすぎて、このピークランプがついてしまうと、これは音が歪んでしまうので、ピークがつかないくらいまでのところを狙って弾いてみましょう。こんな感じです。で、この状態で、セッティングは基本的に OK でございます。あとはまあ実際にそのね、マイクと、鍵盤を使って実際に弾き語りをしてみて、このイヤホンのモニターが適切な音量なのか、それとも鍵盤の音量が適切なのか、もしそのね、声がうるさいなと思ったら鍵盤を上げるとか、もしくはそのフェーダーを下げるとか、まあ、この辺の調整はね、いろいろとこの試してみていただきたいところなんだけども、まあ、鍵盤とマイクのその音量を見たりとか、イヤホンのこのバランスですね、これを見たりとかしていって調整をしていくっていう感じでございます。これがまあ基本的な使い方だかなと思うんですけども、いかがでしょうか。まあ大体ここら辺まではなんとかなってると思います。なんとかなってると思います。ここからですよ問題は、大体の方がどうすればいいか悩んでるのはここ、コンプ EQ っていうボタンとエフェクトっていうボタン、ここだと思います。順番にいきましょう。ちょっと音切り替えようかな。ちょっと音切り替えます。ちょっと今、音声を切り替えまして、今 AG03 の音を聞いていただいております。このマイク、そして鍵盤が AG03 に入力されて、この AG03 の音がパソコンに入力されて、でそのパソコンに入力したものを録音して、今動画と合わせて皆様の元にお届けしているという感じでございます。なんでまあこれがそのまま配信の音に乗ってる音って感じなんですけれども、ちょっとここからですね、このさっき言ったこのコンプ EQ、 そしてエフェクト、この辺の説明をさせていただこうと思います。まずこのコンプ EQ なんだけども、これ両方ともやっぱ聞き慣れない名前だからさ、なんかもう、ね、一気に苦手意識みたいなのがねブワッとくる感じ、結構まあほとんどだと思うんですよ。まあ簡単に言うと、コンプってのはね圧縮するエフェクトでございます。
小さい音は小さいままで、そしてでかい音はでかいままで行くのは別に悪いことじゃないんだけども、さっき言ったように、やっぱこう、ちっちゃい時はね、ちっちゃい時で音を大きくしなきゃいけないし、でっかい時はでっかいところでその、ね、音ちっちゃくしなきゃいけないし、見てる人にとってね、フラストレーションが出てしまうんですよ。なんで、そのね、見てる人がね、ちっちゃい音も大きい音も快適に聞こえるように、ちっちゃい音は大きく、そして大きい音は圧縮して届けるっていうのを、まあ、誰もやってるんだけども、それをね、コンプレッサーとかね、リミッターとか言ったりとかするんだけど、その機能を備えてくれてるっていう話なんです。でイコライザーっていうのはその音質調整でございます。 EQ って書いてもイコライザーとかね、イコライジングって言ったりとかするんだけども、まあ、この2つに関してはまあぶっちゃけもう本当正直なところ問答無用でオンでいいです。もう細かいことは抜きにしてオンにしてください。今からオンにしますよ。普通にこの僕の声を聞いてくださいませ。そうすると僕の声がめちゃめちゃ変わりますから、いきます。3、2、1、GO! みたいな感じで、これ今コンプレッサー、イコライザーがオンになった状態なんですけども、なんかさっきと比べてさ、すごいこの明瞭な感じがしません？なんか音がなんか軽やかになったというか、すごい明瞭感が溢れたというか、聞き取りやすいというか、なんというか。でこの状態でちっちゃいところで歌ってるけれども、大きいところではなんとかなるもんだ、なんとかなるもんだ、なんとかなるもんだ、そして小さくなった、その時も音が聞こえるはずだ、そして小さくなっても音が聞こえるはずだ、そして大きくなっても大丈夫なはずなんだみたいな感じで聞こえるじゃないですか。これがもしそのね、エコライザー、そしてコンプレッサーが外れてしまうと、ちっちゃいところはやっぱすごいちっちゃいもんで、なかなか聞きづらくなるんですよ。ちっちゃいところはこんな感じの音量で、こんな感じのもんだけども、そして大きい時はみたいな感じで、この音程差、音量差がすごく強くなってしまうと。けど、このコンプレッサー、イコライザーかますことで、音が明瞭になって、すごい聞き取りやすくなって、そしてこのね、音程感もちっちゃくなって、聞こえやすいっていう、もうね、もうメリットしかないんで、メリットしかないんで、問答無用です。問答無用です。もう AG03 を使って配信をしてるんだったら、このスイッチは 100% オンにしましょう。100% オンにしましょう。絶対にオンにしましょう。そのぐらいです。で、もう一個。このエフェクトでございます。このエフェクト皆様ね、使ったことあれば分かると思うんだけどね、オンにすると、まあ、こんな感じでね、すんげーリバーブがかかるんです。まあ、リバーブは嬉しいけど、なんていうか、ちょっとこれ、リバーブかかりすぎみたいな。なんかリバーブって言ってもなんか、お風呂みたいな感じがしちゃうから、このエフェクト、ちょっと使いづらいんですけどみたいな感じに思ってる人がほとんどなんじゃないかなって思うんですけど、そう思う人、Hands up! っていう感じがするんですけど、どうですかね。で、まあ、ちょっとそれはさておき、さっき言ったように、そうね、演奏してるときはこんな感じで、まあね、リバーブオンにしながら歌で、いや、さっきは随分お風呂の旅してましたね。それではまた参りましょう。お風呂の旅。お風呂、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 お風呂。お風呂の旅。Thank you。何の話だっけ、そうです、まあ、ペダルでそのリバーブのオンオフができるよって話なんだけども、まあ、このパラメーターがね強すぎるっていうのはね、ちょっとこれ正直なところね使いづらいですわ。でもね、このね、実はね、このコンプレッサー、イコライザー、そしてこのリバーブ、この3つのエフェクターをこのミキサーの中でもしっかり使うことができるのはすごい超メリットなんだけどもね、細かく設定することはねできないんですよ、単品では。ここはね、実はね、パソコンのソフトを使うと細かく設定をすることができます。それがこちらの画面、ババーン。AG DSP コントローラーってやつなんだけども、この DSP っていう機能があって、まあ、簡単に言うと、このミキサーの中で音作りをする装置って感じです。この DSP が搭載されてるミキサーと搭載されてないミキサーってのがあって、もちろん搭載されてないミキサーに関してはこんな感じでこう、細かい音作りできるんだけども、この AG03 は DSP を内蔵してくれてるんで、搭載してくれてるんで、パソコンの連動することでこんなめちゃめちゃ細かい音作りをすることができるんですよ。例えばそのイコライザー、さっき言ってたそのなんだろうな、そのコンプレッサーとはこれでございます。これを切るとその音が圧縮される感じがなくなって、音が飛びやす感じがなくなるじゃないですか。
で、これをオンにすると、音が圧縮されると。で、もし、細かいことが分かる方いらっしゃればね、このスレショルドとかもね、いじることでもっといろんな音が選べたりとかするんで、まあ、この辺もいじってみてください。まあ、これはさておき。ちなみにこのチャンネル2に関しては、これは AG06 に対応しているところなんで、AG03 では使えません。あるだけなんで、気にしないでくださいませ。で、もしいろいろこのいじってね、わけわかんなかったら、このプリセットってとこをね、タップして、クリックして、デフォルトをクリックすれば、初期状態に戻ります。とりあえずもうガーッといじってみて、こんな感じかな、こんな感じかな、こんな感じかな。あ、なんか音が変わった。そう、なんだこれ、なんか、すげえすげえ面白い、面白い。ツツ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 右側のこのエフェクト、ここでその細かく設定をすることができるんだけども、まあぶっちゃけた話、むずい。ここの設定はね、正直ね、むずい。結構なリバーブの知識がないと、ここはね、いじっても思い通りのリバーブが作れるとは限らない。ので、僕が今回覚えておいてほしいのは、これ、この右側のこのレベル、これだけ、こいつだけです。こいつを、マイナス20に設定してください。マイナス20、もうざっくりです、こんな感じ。そうすることでこのエコーがちょうどいい具合になります。はこんな感じで、もうちょっと欲しいなっていう方いらっしゃったら15ぐらいでもいいかもしれない。15、こんぐらいでもいいかもしれない。でもこの辺の調整に関してはまあ正直好みなんでね、どこでもいいんだけども、個人的におすすめの設定としては20から15の間で、もしわけわかんなくなったら、いろいろこういじってみてね、なんだこれなんだこれって感じで、いろいろこういじってみて、わけわかんなくなったら、プリセットからデフォルト、まあ、初期状態ですね。これにして、またオフを取り戻すと。でもこの 0.01 に関しては、これは正直デカすぎる。リバーブがデカすぎる。っていう感じでございます。もしね、そのリバーブいろいろ使ってる中でね、そのリバーブのこのタイムが長すぎて、これは使いづれって思ったならば、このね、AGDSP コントローラーインストールして、ちょっと使ってみてください。興味があればね、いろいろいじってみてください。いろいろいじって、あ、ここいじるとこうなるのか、へえ、こここうなるといじ、こうなるのか、へへみたいな感じで。基本的にこういうね、もう、メカとかさ、こういうソフトとかでさ、もういじって覚えるって感じなんですよ。もうパラメータの名前とかも確かに大事かもわかんないけどもね、とにかくいじる。いじって、いじって、あ、こういう感じなんだ、こういう感じなんだって感じでこうね、覚えて、それでこうね、理解していくって感じなんで。で、わかんなかったらね、戻す。もうこれで OK。って感じです。ちょっとそんな感じですね。いろいろこのいじくり回して遊んでみてください。とりあえずまあ今回に関してはもう全て喋ったと思うんだけど、どうかな。あとまあもう一個ぐらいとしては、もしそのパソコンから、音源、例えばその MPST とか YouTube の動画とか、まあ本当は良くないけどね、本当は良くないけども、まあ YouTube の自分の動画とかね、流しながらそれに合わせてこの歌ったりとかするよっていうパターンがある場合は、ですね、これ一体電源切っていただいて、このループバックっていうものにしていただいて、で、ループバックっていうものにすると、パソコンから出てる音も配信に乗っかるっていう感じになるんですよ。今、この真ん中のインプットミックスでモードにしております。インプットミックスに関しては、このマイクと、鍵盤の音を入力して、まあ、リバーブとかね、コンプとかゴニャゴニャゴニャってなった音を、ごちゃっと合わせてパソコンに送ってます。で、パソコンから流れてる、まあ、Windows のテロリロロンとかそういう音とかね、YouTube の音とかは、僕のモニターの方に入ってくるんだけども、このつまみを上げればね、そのモニターの音から聞くことができるんだけども、パソコンの音を聞くことができるんだけども、この聞こえてる音は配信の方には乗っからないんですよ。これが真ん中のインプットミックスっていうものです。で、下のループバックにすると、このマイクと鍵盤の音が向こうに届く、プラス、パソコンから鳴ってる音もこの配信に乗っかって向こう側に行くっていう感じなんです。なんで、もし、その、画面とか見せながら何か作業をしたりとか、何かこのパソコンの方で音を鳴らして、それに合わせて演奏したりとか、ギターを弾いたりとか、歌ったりとかする場合は、このループバックに設定する必要があります。けれども、パソコンの音を全く使わないよっていう場合だったらば、インプットミックスで OK です。変にこうやってるとかしてるとね、結構その Windows とかでさ、テロリーンとかさ、ペポーンみたいな感じで、そういうこのエラー音とかさ、クリック音とか入ったりとかするじゃないですか。そういったものが逆にめんどくさかったりとかするので、インプットミックスでいいかと思います。そんな感じです。
構片っ端から説明させていただきましたけども、どうでしょうか。まあこれでもね、もしわからないとことかがありましたらですね、ちょっとコメントの方にこれがわからないみたいな感じで、やってみてください。多分全部喋ったと思います。ついでにもうちょっと行きましょう。ついでにもうちょっと行きましょう。とりあえず私が今回言及しないのは、このパッドっていうボタンとヘッドセットっていうところと、このミュートボタンなんですけれども、ヘッドセットは単純にそうね、なんだろう、その、購入させば、1チャンネルの方にマイクが行きます。なんでまあ、なんだろうね、何を想定してるのかちょっとわかんないんですけども、単純にマイクをさらにその入力した方はここに入れてくださいませ。で、イヤホンの絵が書いてあるとおり、ここにこのイヤホンとか挿せば、そこからモニターをすることができます。これをいつ使うのかちょっとわかんないんですけども、そんな感じでこうね、他人と共有したかったりとかしたいとき、2人とかね、で聞きたいときとかは、使うといいのかなという感じです。でこのパッドスイッチに関しては、これもですね、ちょっと一つのゲインコントロールではあるんだけれども、まあ、簡単に言うと、このパッドスイッチをプチッと押すと出力がぐっと下がります。さっきゲインの方でその入り口の音量をざっくり前提として決めると言ってたんだけども、このパッドスイッチもね、それの一環でございます。入ってきた時点でめちゃめちゃ信号が強い、ライン入力っていうのがあるんですよ。それとかはね、このゲインの方とかこのフェーダーの方とかに流してもまだそれでもすごいでかくて扱いづらい時があるので、音がでかすぎると思ったらこのパッドスイッチをオンにしてください。基本的にはこのパッドスイッチはオフの状態、つまりこの浮いてる状態ですね、浮いてる状態でいいと思います。音がでかすぎてこれあかんと思ったら、押してくださいませ。でいろいろ設定して、なんか音出ないな、今日なんか音がちっちゃいぞと思ったら、パッドスイッチがオンになってないかだけチェックしてください。そうするとね、意外とね、あ、パッド入ってたわって感じでね、解決することが結構あります。で最後、このミュートスイッチでございます。このミュートというのは日本語で書くと消音、消す音と書いて消音と読むんですけれども、音を消すことができます。でこれね、このモニターのつまみをね、ゼロにブッとするのとこうするのと何が違うのと思うかもしれないんですけども、ぶっちゃけ一緒です。このつまみをゼロにしようが、それともこの、ね、ミュートスイッチをプチッといこうが、これね、どっちも一緒。僕のイヤホンから音が聞こえるか聞こえないかは全く一緒です。で、どういう時に使うかっていうと、例えばその鍵盤を引っこ抜いてギターを挿して、こうちょっと入れ替えをすぐにしたい時とか、そういう時とか、このね、つまみをやってたりとかすると、ちょっと時間かかるプラス、戻す時にそのね、どこだったか分かんなくなっちゃったりとかさ、うまく戻せなかったりとかすると思うんで、そういう時はね、このモニターか。モニターのレベルはそのままで、これで消すことができるから、すぐにこの抜き差しをして、すぐに、配信を開始することができるっていう、そういう便利ボタンって感じです。まあ、あんま使わないんじゃないかなと思うんですけどね。そんなボタンです。で、このヘッドホンの絵が書いてあるところは、ここはですね、このヘッドホンが書いております。で、このヘッドホンに関しては、この TRS ですね。TRS です。まあ、ステロで出力されている TRS ケーブルが、対応しております。で、このスピーカーに関しては TS ケーブルですね。こちらです。本当はまあスピーカーケーブルとか使った方がいいかもしれないんだけどね、こういうのを接続して、もう一本接続して、2本で、繋ぐという感じです。で、このスピーカーの方を接続していれば、このつまみが有効になって、これを上げれば上げるほど、まあ、スピーカーからバーンと音が出てくるよっていう、そんな感じの流れなんですけども、スピーカーから使う人ってどこ、何に使うんだろうな。ちょっとそれが、マイク使っちゃうとね、スピーカーから鳴ってるとかマイクに入っちゃうからさ、そこでこのハウリングが起こってしまうから、ちょっとやりづらくなっちゃうんだけども。まあ何かに使う人、あれか。単純に配信じゃなくてレコーディングとして使いたいときか。そうですね。レコーディングをするときとかだ。そういうときはそうですね、スピーカーにつなげとかいいかもしれないですね。ちょっと今ごめんなさい。今適当なこと言いました。そういうときは確かにモニター使いますわ。大事です。大事です。まあそんな感じでございます。ごめんなさい。フェーダー下げた音聞こえねえって話ですよね。すいません。まあ、全部説明させていただきましょう。いかがだったでしょうか。何度も言うですけどね、もし分かんないこととかね、さらに聞きたいこととかありましたら、下の方のコメントしてみてくださいませ。以上でございます。ありがとうございました。さっき、ツイッターにちょっとですね、この AG03 変えました。動画を作ろうと思うんですけども、何か質問とかがあったらリプライお願いします、なんていうことを書いたら、一人だけ、ちょっと質問を書いてくださった方です。せさん。
AG06 を使っているんですが、演奏中に自分の耳で聞いている音と録音後に聞く音がかなり違って聞こえてしまいます。音の相違をできるだけ少なくした方がいいと思っているんですが、何かいい方法はないでしょうか、ということなんですけども、これなんだろうなってちょっと僕も思ってしまいました。基本的にこの真ん中のインプットミックスで、設定していれば、ここから聞こえてくる音と、DAW の方に入力されている音は同じ音のはずなので、まあ、ソフト側で何かしらのこのエフェクターがかかってしまっているか、もしくは、このモードがですね、このドライチャンネル12になっているかとか、そんな感じかと思います。このドライ12になっていると、ですね、もっとこのシンプルな音になります。ちょっと待って、何で説明しようかな。今このインプットミックスモードは僕のマイクとこの鍵盤がブーッと入力されます。で、入力されて原因を設定してボリュームをいじって、なおかつエフェクターもかかってパソコンの方に流れてるじゃないですか。もしこのドライチャンネル 12G に設定すると、マイクが入力されます、原因設定します、そこまでの音がそのままパソコンに行きます。エフェクターとかこのフェーダーとか全く関係なく、入力されて原因だけ通って向こうに行きます。で、鍵盤に関しても、鍵盤来ます、原因通ります、その時点で向こうに来ます。で、それらがミックスされることなく、左側の1チャンネルにはマイク、で、2チャンネルには鍵盤っていう感じで、ちょこってそこでちょっと分かれてしまうので、そこだけ少しチェックしていただくといいかなと思うんですけれども、これね、セさん、まだ解決しなさそうだったら、また追加でコメントしていただけたら幸いでございます。そんな感じで、じゃあ、めちゃめちゃ長尺の動画になりましたけれども、いかがだったでしょうか。結構専門用語がね、バシバシと飛び出して分かんなかったと思うんですけどね、その辺はまたこの繰り返しチェックしていただいて、メモとか取ったりとかしていただいて、ぜひその仕組みとかね、そういったことをね、意識しながらやっていただくと良いかなという感じでございます。それでは、皆様がですね、楽しい AG03 ライフを送れることをですね、本当に非常に祈っておりますでございます。配信とかね、もうツイキャスとか YouTube ライブとかね、最近もめちゃめちゃ身近でさ、もう誰もができてすごい楽しいサービスだと思うんですよ。で、ヤマハもね、今回この16,500円でさ、もうすんごい、正直本当僕の肌感覚としてもね、すごい破格です。こんだけ高機能でね、エフェクターとかもね、DSP 入ってるからさ、こんだけ細かくいじれてさ、で、それぞれモニターとかさ、ヘッドホンアウトとかもさ、こういう風にこの細かく分かれてさ、すごいこの操作性とかもすごくいいし、で、なんかそのバスパワーとかね、駆動してくれるからさ、すごいこの楽に使うことができるし、めちゃめちゃいいミキサーですよ。本当にね、こういうものがね、安く手に入る、すごくいい時代なんで、まあ、こういったものを使ってですね、その配信をしたいとかね、なんかそういったこのコミュニケーションを楽しむことをですね、ぜひとも全力で楽しんでいただけたらすごく嬉しいなと思います。でございます。それではそんな感じで今回終わりにさせていただきましょう。長尺ありがとうございました。それではまた違うところでお会いしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあね、ありがとうございました。